放送 IR ステーション IR アンカーの大森由紀子です。本日第3四半期の決算短信を発表しました。当社グループの1月から9月までの経営成績です。売上高が45億1900万円、営業損失が2億2100万円、経常損失が3億100万円、四半期純損失は2億4000万円となりました。当社グループの第3四半期は、秋の着付け教室の受講生募集にかかった広告宣伝費を計上しますので、例年利益を圧迫します。そのため、第3四半期での損失は珍しくはなく、第4四半期で黒字化するという決算の特徴を持っております。しかし、業績が好調であった昨年は第3四半期で黒字化しておりましたので、昨年と比べて今年は増収減益という状況です。当社は3年前から顧客参加型企業の方針に基づき、着付け教室の卒業生である会員の皆様に出演いただくコマーシャルを展開してまいりました。お客様に楽しんで参加いただくことで、お客様との関係性が深まり、より当社のファンになっていただくという素晴らしい効果を得られた一方で、この広告での新規の受講生の減少傾向は否めず、新しい市場の開拓という意味では足踏みをしてきた状況です。当社はこの状況を打開するため、来年春の広告から方向転換をして有名タレントの起用を検討しています。現在のお客様とのつながりを大切に、さらに着物ファンを増やすことにもう一度力を注いでまいります。本日はもう一つの発表をしました。女性大活躍推進宣言です。当社の幹部社員は 33% が女性です。これは全国平均の3倍と言われる数値ですが、当社はさらに5年後までに幹部社員の 50% 以上が女性になることを宣言しました。着物を通じてお客様だけでなく、当社に関わるすべての女性が生き生きと輝く会社を目指します。それでは